横浜港のクルーズ船で新たに67人の乗船者が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました乗船者で判明した感染者は285人になりましたこれを受けて加藤厚生労働大臣は緊急の記者会見を開きすでに実施した検査で陰性となった70歳以上の乗客については 再検査をせずに19日から順次下船させると発表しましたまた70歳未満の乗客についても16日をめどに検査を実施し陰性となれば19日から順次下船させるということです厚生労働省はこれまで5日から14日間とした健康観察期間が終わる19日以降に検査をして陰性が確認されれば下船させる方針でした しかし、船内で相次いで感染者が判明し体調不良を訴える人が増えてきたことから方針を変更したとみられます。